おはようございます。どうやって家に帰ってきたとか全然覚えてないですけど、今朝まで、あのバンビと又吉と気まぐれクックの金子さんと飲んでたんですけど、めちゃくちゃ二日酔いで動けない。吐きそう。眩しいからちょっと暗くする。二日酔いの時って動けないですよ。でも味噌汁が飲みたいと、そこでこの二日酔いの時の技ちょっと今思い浮かんじゃったんで、これを見てくれてるそこの二日酔い予備軍のあなたたちにその技をね、ちょっと見せて実用的かどうか判断してもらいたいと思います。もうこの体勢からなるべく動きたくないじゃないですか、二日酔いの時っていうのは。っていうのでことで、こちら用意しました。長めのストロー、これですね、まあ、前回か前々回か分かんないですけどの動画で、後輩の日高のケツに入りそびれたストローですね。これを使って寝ながら味噌汁飲んでやろうと。ただまあ味噌汁は一瞬だけ立ち上がんなきゃいけないんで、そこだけ気合ですけど、熱々の味噌汁を、寝ながら飲みて。それでは味噌汁を作っていく。味噌汁作る。うわーうわー、グラグラする、やばい。ということでね、味噌汁をね、これで作っていくんですけど、あ、まあ、今のどうでも来たわ。よし、もうこの体勢、もうこの体勢から動かん俺は。ということで、長めのストローを出していく。よかったな、お前ら日高のケツに入んなくて。これでね、寝ながら味噌汁飲んで二日酔いがね、俺解消されたらね、皆さん真似していいですよ。こういうね、素晴らしき知恵はね、俺だけのものにできない。じゃあこれをね、味噌汁につけていって、うおー、くる。それではいただきます。うまい。あれ、熱っていうのをさ、想像してたんですよ。ストローが長くてさ、細いからさ、伝ってくる間にめちゃくちゃちょうどいい温度になってる。普通に美味しいめちゃくちゃいい温度になってらっしゃいますよ、味噌汁。これ皆さんいいかもしれないです。これもう俺加えたまま寝るもんね。うめえ。好きな体勢で飲めるからね、いいよ。あー、染み渡る五臓六腑に。これあれやな、落ちねえな。ってことで、未来の二日酔いの皆さん、これあのめっちゃいいっす。ストローはね、ケツに入れるよりもあのこういう風に使い、こういう使い方がね、もしかしたら正しいのかもしれませんね。大成功だったです。ぜひ真似してみたいよって方はね、グッドボタンとね、チャンネル登録お願いします。おやすみ。